はい、今車止めました。安いとこ、これ1日10ドルのパーキングなんで、空港から10分ぐらい歩きます。おー飛行機うるさい。皆さんおはようございます、マリカです。今日は久しぶりにロサンゼルス以外の場所で撮影があるので、その模様をビログにしたいと思います。行き先はラスベガスです。ラスベガスで日帰り撮影1本して帰ってきます。で、今朝8時、フライトが9時35分なんで、今空港の近くのパーキングに停めました。ここから空港までは10分ぐらい歩くんですけど、このパーキングが安いんで、そんな感じです。1日10ドル。よいしょ、よいしょ。それではどのくらいいっぱい Vlog 撮れるかわかんないけど、今日1日の Vlog を撮影していこうと思います。今から空港に入るので、コロナ対策のために手袋とかします。それではバイバーイ。はい、ということで、バーバンクエアポートという地元の小さな国内線ばかりのエアポートにの敷地に着きました。日本では考えられない小さい感じの可愛い空港です。よいしょ。空港って言ってもやっぱ敷地内は大きいから、乗り場まで歩くのが大変です。よいしょ。来ました。今から手荷物チェック受けてきます。手荷物チェックも国内線だけの空港なんで、こんなちっちゃくてガラガラ、しかも行ってきます。はい、ということで今チェックイン終わらせて空港の中に入りました。ゲート、一個一個のゲート、こんな感じでガラガラなのと、ちっちゃい感じ、かわいい。多いお茶がありました。多いお茶買おうかな。はい、ということで今飛行機回ってます。それでは今から飛行機になるよ。超ローカルな感じです。こんな、ラスベガスに着きました。ベガスはもう空港からこんなです。じゃあ今から荷物を、あ、荷物ないんだった、日帰りだから、まあ、今からウーバーをピックアップして、すでにスタジオ空いてるって言うんで、スタジオに向かおうと思います。では、はい、ということで準備が終わったので撮影行ってきます。
ということで終わったんで、今からトンボ帰りで空港に向かいます。ちゃんとエイジアンな感じを隠してます。全身シャワー浴びて髪とかを隠します。あのアジア人の人種差別の人にやられないように。ということで帰ります。はい、ということでまた朝のようにラスベガスの空港まで戻ってきました。帰りの自分の帰りのフライトまであと3時間ぐらいあるんですけど、とりあえずフライトが早く帰れるかどうか聞いてみようと思います。帰れなかったら本持ってきたから本読もうかなと思ってる。では行きます。今からゲートに入ります。結局なんか帰られないみたいで、あと1時間2時間ぐらいはここにいなきゃダメかもしれない。でも本とかも持ってきてるし大丈夫です。ベガスっぽい。あそこも全部スロットで、不思議な街ベガス。